どうもこんにちは、これです。皆さん、明日からついに前ね話したと思うんですけど、ログインで毎日魔法石ゲットということで、ちなみにね、皆さんね、フェス券も一体もらえるんですが、ゼローグかファガンどっち交換した方がいいかっていうのはね、前の動画で話しておりますんでね、もしよろしければそちらの方は概要欄にありますので、そちらもご覧ください。はい、無駄にテンション上げると思います。はい、魔法石をね毎日もらえるわけですよ。皆さんわかりますか？これつまり305個って書いてる通り305個もらえるんですよね。これどういうことかっていうと、魔法石が305個もらえる。まあね、とは言いつつもですね、毎日5個ずつなんで、61日間毎日ログインしましょうっていうね。まあ全然いいです。もう僕毎日ログインしてるんで、別に僕からしたら関係ないんでね、一気にもらえようがね、毎日もらえようが。やったーってなるだけなんで、1日5個もらえてたら。でも今回ね、まあもらえるわけなんですけど、まあ、パズドラにもしこれを機にね、復帰された方がいるならね、なんか、いっぱい増えてるなー、けど、何引けばいいんだろうってなると思うんですよね。まあその理由としまして、ちょっとこちらご覧ください。はい。まあこれ今ちょっとね、パズドラ開いたんですが、こちらね、今現状ガチャがすでに5つあるんですね、5つ。もう、まあ、優勝ガチャはさすがにみんな知ってる通りね、無料ガチャなわけなんですが、レアガチャ、スーパーゴッドエース、ファンタジアレジェンドガチャ、ハロウィンガチャ、どれ引けばいいのって絶対あると思うんだよね。多分僕の動画を毎日見てくれてる、もう僕のリスナーの人なら、いやまあこれでしょとかってなるかもしれないけど、そういう人でさえも多分ちょっと迷うと思うんだよ、言っても。ね、どれ引けばいいのかなってなると思うんだよね。ということで今回は僕なりにですね、このコラボたちが、どれを引けばいいのかについて話していこうと思います。ちなみにこの情報に関しましては、今10月31日なんですが、このハロウィンコラボが終わるまでなので、11月の4日までかな。まで有効だと思ってください。それ以降また変わっていくと思うんで、それ以降また追加で僕がどんどん話していきます。で、まず現状今あるガチャがスーパーゴッドエース、ファンタジアレジェンドガチャ、ハロウィンガチャ、この3つなんですよね。で、それともう1つ、これから来ることが確定しているガチャが1つありまして、それが大感謝祭杯にあるかな、間違え、大感謝あるかな、これかな、スーパーアンケートゴッドエース、これが11月1日から11月5日までアンケートがあって、後に来るということが分かっております。このフェススーパーアンケートゴッドエースかね、多分これファガンとかゼログも入るのかな、多分だけど、今現状はまだ来てないんだけどね。明日以降来てく、おー、来るということで。4つですね。だから、まあ、レアガチャは論外として、スーパーゴッドエース、ファンタジアレジェンドガチャ、ハロウィンガチャ、アンケートゴッドエース。じゃあ、どれ引けばいいのかについて話していこうと思います。まずね、スーパーゴッドエースに関して、説明させてもらうとですね、あ、ちなみに目次あると思うんでね、面倒い方はもう忙しい方向け、バーン飛ばしてください。はい、バーンって紹介してると思います。はい。忙しい方向けじゃなくて、スーパーゴッドエースに関してはね、今回新キャラの、10万円かかっても出ないと言われているゼローグガチャですね。ゼローガチャとなっております。はい。一応ですね、新キャラのファガンもあるんですが、ファガンに関しては、まあ、多分使った人ならわかると思うけど、まあ、そこまでは強くなかったかもしれない。ロマンもあるし、面白いキャラではあるんだけど、そこまでは強くなかった。この二人がメインのキャラガチャではあるんですが、他にもね、いろんなフェス源が出てくれて、それを集めることができるというガチャになっております。はい。かなりね、いろんなラインナップがありまして、確率もね、当たりやすいんですよね。で、外れた場合も交換所というのですね、今のパズドラ交換所がありますから、交換所で使えるということで、まあ、コラボキャラとかをこんな風にね、もうめちゃくちゃ増えとるやん。交換できるわけなんですよ。はい。という点もありましてね、まあ、スーパーゴッドエースかなりコスパのいいガチャとなっております。で、続きまして、ファンタジアレジェンドですね。はい。で、続きまして、ファンタジアレジェンドガチャ。これに関しては、交換所というのがないんですが、言ってもね、レアの確率的には 17% で、レアの当たりなキャラが当たります。そしてキャラの中にはね、リナインバースっていうね、童話がいても強いキャラとかですね。まあ、7強2個に無効化に悪魔キャラ2個っていうのは、これ本当に強くて、火力が高くてね、強いキャラとか。まあ、カナメちゃんは武器が強いんだけど、武器はまあ今回ややこしいんで飛ばします。で、ガウリに関しては光属性でかなり強いサブ。で、かなりっていうかめちゃめちゃ強い。いや、めちゃくちゃに強い。ガチで強い。そんなキャラ。で、クリオイバラス、光属性で本当に強い。この二人マジでやばい。っていうね、光属性最強サブが手に入ったりとか、あとはオーフェンっていうね、自称系リーダーとしてゼローグと組み合わせると本当に強いキャラが手に入るので、このキャラ持っておく価値のあるキャラ。そしてサガラというね、はい、18ターンでリダちゃんができてガチ勢御用達のキャラとあるんですが、この子はまあ普通に攻略でもまあ使えなくはないかな、そんな感じのキャラで。星6に関してもまあ、あの当たりキャラもいるにはいます。はい、ランダムで使えたりとかっていうキャラもいるので、全然ね、全てが全て外れというわけではなくてですね、比較的当たりが多いガチャとなっております。はい、これがファンタジア文庫レジェンドガチャですね。はい、まあこんな感じで当たりキャラはね、いるにはいるんですよ、星6に関しても。でもまあ基本的に星7、星8に当たりが多くて、十分引く価値のあるキャラであると。はい、そんなキャラたちが揃っているのがファンタジアレジェンドガチャ。はい、
で、続きまして、ハロウィンガチャ。ハロウィンガチャに関しては、今、パズドラで一番強いリーダーと呼ばれているマデューですね。マデューが交換できます。これが非常にね、優秀なキャラで、向こう側3つにね、キラーとかもいっぱい乗って、すごい強いキャラではあるんですが、まあ、確率がなんせ 1%。リーダースキルも超強いんですが、1% の壁を超えるには、まあ、大体ね、理論上だと100回引けば1体出るっていうね。100回引くのにかかる魔法石の数は500個。今回の石アイフ合計で305個ですね。しかも期間はあと4日のみ。まあ、個人的に僕は、ハロウィンを、ね、狙うのはマジで渋いと思うけどね。ただ一応ね、コットンとかに関してもかなり強いサブなんですけど、まあ、そういうキャラたちが出るという感じになっております。ただその割には結構当たりが少なくて外れの割合がすごい多いんですね。こっちのガチャに関してはスーパーゴッテス当たりやすいし、ファンタジアレジェンドもねなんだかんだ 17% が当たりなんで当たりやすいんですよね。はい。で、まあ一応ね、この星6に関しても使えるキャラはいるにはいると。で、ハロウィンガチャに関しては、まあ当たりじゃないやつが多すぎるんですね。下ほとんど外れって言ったもんじゃないんで。となると結構当たりが少ないけど、その代わりキャラは2体ぐらい強いキャラがいるって感じかな。そんなガチャです。はい。で、最後にスーパーアンケートゴッドエースが開催されると。これがね、めっちゃ良くて、人気の高いフェスゲン25体。そう。ということは当たりが25体ラインナップされるんですよ。で、それと同時に、まあ外れってわけでもないし、強いよなっていう神シリーズが上位、まあ20ぐらいまでは強いかな。で、まあそっから20ぐらいどうしても弱くなってくるけど、言ってもね、強いキャラたちがバンバンラインナップされるキャラなんですよ。キャラ、ガチャなんですよ、これが。まあつまりこれは、初心者の人っていう言い方は申し訳ないんだけど、新しく始めた人が引くと、みんなが欲しい強いキャラたちが出てくる。しかも、それ以外出てこないんですね。言うなら65体、25体、フェスゲンの25体と、神シリーズ上40体の65体限定なんで、少なくとも誰かが使おうと欲しているキャラたちが出てくると。いうことは比較的当たりが多いのはもう皆さん伝わると思います。まあ、例えばなんですけどね、今回のゴッドエースとかだったらですね、下にこんな感じでいっぱいキャラあるんですけどね、例えばなんだろうな、これあんま下手なキャラ言うと怒られちゃうんですけど、まあそうだな、まあ、誰も使ってないキャラと言われましたら、そんなキャラはいないって言ってもそうじゃないんですけど、例えばね、まあ、これちょっと一回ね、一例ですよ。一例としてね、まあまあ、アリエルとかね、結構使うのが難しくてね、あんまり使われていないキャラとかもね、今いるわけですよ、いるには、正直言って。そう、あんま言わないでおこう。あんま好きなキャラ、キャラ好きな人に申し訳ないからね。でもやっぱどうしてもね、外れってわけじゃなくて、使いづらいキャラってのが多いんですね。それに対して今回のアンケートフェスに関しては、完全にアンケートなんでね、比較的当たりが多いということで、かなりおすすめできるガチャとなっております。まあこれがこの4つの解説です。こっからまあね、魔法石の使い方について話していこうと思います。やっていきましょう。はい。ということで、ここからは魔法石の使い方、そしてどれを引くべきか話していこうと思います。一応先に言っておきますね。これいつも僕言ってるんですけど。モンスターボックスの拡張ですね。モンスターボックスがパンパンの人ですね。モンスターボックス開けて損はありません。ぜひ開けてください。で、フレンドワークがね、満パンの人。もしフレンドがこれ以上欲しいと思ったなら、開けてあげる価値はあります。で、魔法石はね、スタミナ回復にも使えます。一応ガチャ引かなかったらね、石5個ってすごいスタミナの量なんでね。まあ、一応まあ、それは覚えててください。まあ、こんなんどうでもいいです。はい。で、もう一個だけね。一番おすすめの選択肢としては、待つことです。これ理由としましては、この石配布期間中に、このすべてのコラボを超えるとんでもねえぶっ壊れた最強チートキャラが来る可能性ってあるんですよ。今パズドラ結構環境がインフレしつつありまして、実は。結構その可能性は泣きにしもあらずなんですね。なんでパズドラにめちゃくちゃモチベーションがある人、俺は絶対将来ガチ勢になってやるんだって人に関してはですね、ちょっと待つのはありです。はい。まあ、めちゃくちゃモチベーションがあって待てる人は、あり、待つのはね。まあでもそんなんね。そんな人多分この動画見てないかもしれないし。さあ、ということでここからはどれを引くべきか話していこうと思います。まず、絶対引かなくていいのは、ハロウィンですね。ハロウィンに関してはさっきも言った通り、外れが多すぎるんですね。強いキャラも多いんですが、外れが多すぎるんです。そう、強いキャラに対して外れが多すぎて、結局欲しいキャラ出ないんですね。なので、このガチャに関しては、石に余裕がない限りは基本的に狙わない方がいい闇のガチャなので、まあ、ハロウィンというだけあってね、闇なんで本当に。ぜひともね、このガチャに関しては選択肢から早打ちに消してあげてください。このね、キャラたちが欲しい場合ですね。星7が欲しい場合のみ引いたらいいと思いますけど、星8、星9の場合は、スーパーゴテス引いて交換の方がまだ当たります。特にマドゥに関してはね、僕12万円消えてます。そんなガチャを皆さんにお勧めするわけがありません。まあ、やめておきましょう、これに関しては。これは個人論もありますし、シンプルに外れが多いということもありまして、やめといた方がいいと思います。ハロウィンは一番最下位ですね。で、続きまして、次にお勧めできないのが、スーパーゴテス。はい、こちらです。まあ、これ理由がすごい明確でして、アンケートゴテス来るんですよね。さっき言った通り、スーパーゴテスってこれ運営さんがね、ラインナップ決めてるんで、まあ、例えばそんな使えねえなってキャラも入ってるわけですよ。これ言っちゃ悪いんですけど。ね。まあ、もちろんね、今回相当なキャラがラインナップされてて、もちろんいいと思うんですけど、まあ、使えないって言い方も悪いですけど、使いづらいキャラも多いんですね。と考えますと、どう考えても、ね、パズドラプレイヤーの全プレイヤーがアンケート入れて、上位に入ってきたキャラたちがいっぱい出るガチャの方が絶対コスパいいっすよね。
で、しかもこのガチャも石10個なんですね。ということはスーパーアンケートコテストが石10個だった場合ってシンプルに石10個のそっちの方がお得じゃないですか。まあ、当たるキャラがね、増えるという点でもね。なので、その点を考えますと、やっぱり圧倒的にお勧めできるのはアンケートゴッドウェスになるので、スーパーゴッドウェスに関しては今は我慢が一番いいです。ぜひとも我慢してください。スーパーゴッドウェス引きたいなっていう方に関してはアンケートゴッドウェス引いてください。ただ、例外がありまして、ハロウィンガチャを引きたいけど、ハロウィンガチャ引けないからスーパーゴッドウェス引きたいですって人に関してのみは、明日からのこのスーパーゴッドウェスを、ハロウィンガチャが終わるまでですか、交換所が終わるまで引くのはありだと思います。ただ、個人的にはあくまで、アンケートゴッドウェスを待ってもらった方がいいと思います。なんでね、交換所目的以外の方はこれはスルーしてください。で、次におすすめなんですね。次におすすめなの、はい。で、こっからは2択に分かれるんですけど、キャラが少ない人に関しては今来てるスーパーゴッドウェス、もしくは少し待ってもらってアンケートゴッドウェス、このどちらかを引いてください。まあ、どうしても我慢できない方はね、アンケフェスいつ来るか分かんないんで、まあ一応ね、今スーパーゴッドウェス引いてもいいと思います。スーパーゴッドウェスもしくはアンケートゴッドウェス、明日から石配布されたら、引いてあげるのがいいと思います。それに対してキャラをたくさん持っている人に関しては、童話がいても童話がいても新コラボでキャラ埋めた方がいいんで、まあ特に光の2体とかね、あとランドで使えそうなリナとかね、まあサカラとかもリラチェン強いですし、まあ基本的にこっち引いてもらって損はありません。なんでね、キャラが多い人に関してはファンタジア文庫レジェンドコラボガチャで、キャラが少ない人に関してはスーパーゴッドです。まあできればアンケートゴッドです。引いてあげるのが一番賢いと思います。これをしてもらえればね、絶対失敗しません。はい、絶対に失敗しません、本当に。で、まあ今すごい強く言ったんだけどね、それでも俺はこっちの方がいいと思うんだけどって人に関してはね、安心してください。そっち引いてください。何の問題もありません。今回ね、僕は迷っている方に向けて動画を作っていますので、もし自分が引きたいガチャがある場合、絶対にそれが正解です。僕の意見が 100% 間違ってます。あなたが引きたいガチャがある場合は、それが 100% の正解なんです。なので、その方に関してはそれを引いてください。ただ迷っている方に関してはね、まあスーパーゴッドです、もしくはアンケートゴッドですは、キャラが少ない人におすすめ。で、ファンタジア文庫レジェンドガチャは、キャラがある程度ね、揃っていて、サブが欲しい人とか、高みを目指したい人とかにおすすめなガチャとなっております。はい、まあそんな感じがね、今回の僕の解説動画となります。はい、まあね、これ以上喋ってもね、同じこと繰り返すだけになっちゃうんで、ここら辺でサクッと終わっておこうと思います。またね、これ多分来週ですかね、新しいガチャが発表され次第、追加でどんどん話していこうと思います。はい、このね、石配布期間中できる限り61日間動画上げていこうと思いますんで、ぜひ次もまあお前がやってたらこの忙しい方向けぐらい見てやるよおいみたいな感じの人はね、よかったらチャンネル登録と高評価だけぜひお願いします。特に高評価お願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。